や、ありがとうございますよ。なんか、うん、今日なんかいいコメントばっか。今日なんか逆にね、なんか。今日なんか逆にいいコメントすぎて怖いわ、逆に。うん、やっぱ一週間空いたらあれなんですね。そうそうそう。やっぱ優しいあるからみんな。うん、面白くないから。面白くない。やめろやめろ。やめやめやめ。褒めるコメントなんかの1割がきついわ。攻撃きついわ、ちょっと。やめろし。それはちょっとやめようや。へこむんやから。いや、今日もね、たくさんの人ちょっと来てくれることを祈りたいんですが。ただね、来場者数が全く分からへん。あ、ほんまやね。それね、100人。あ、いいよ、全然。いい感じちゃいます？いやけど、どん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 皆さん、ちょっと、ね、増えてコメントしてくださいよ。そうそう。あ、全然会いに来てくださいよ。担当おるから LINE できない。はい、担当さんに LINE しちゃってください。まずね。うん。スタンプ押しちゃってください、スタンプ。いや、こう、全然ぜひ会いに来てください。うん、ぜひ会いに行っちゃってください。このね、ぜひ使ってください。この桜のね、うん、春っていうことなんで。絶対に後悔させないです。絶対に面白いです。おー、やめろやめろ。いないやつ。やめやめろ。ちなみに、ゆうさくが今、こう、働いて、うん、一番好きな先輩って誰か、はい、尊敬できるできる、ね。そうそうそう。あ、今、この仕事、そうね、で、桜入店して、まあ、いろんな人の中で、内勤の人でも、代表でも、下の子でもさ。先輩、うん、誰が一番好きっていうかさ。正直みんななんですけど、うん、まあ、特にまあそのルカさん、あ、ルカちゃんね、あと代表、おお、他は、ナートさん、お前ダンス、ちょっと待ってや、ちょっと待ってや、両サイド全く言われへんやんけ、もうきついわ。むちゃ好きですよ。お決まりか、お前。ちょっと待って待って待って。好きですよ。しかもね、今、誰目指してるのとかね、結構好きな先輩とか言ってたけど、ほら、ほら、見てみ、俺とりょうさんだけ全く言われへんし、俺、誰もノンスタイルの意識はしない。いや、あいつより髪長いでしょ。あ言ったってや、ほんじゃ、俺と副主任に、今だけ、うん、いいから。そう、誰目指してんの、うん、ゆうさくは、うん、誰目指してんの、これ、ね、芸能人、じゃあだからこれ読みなさいって言うもうあれやね、言ってホストで、例えばこの桜で誰を目指してんのって、美味しくさせて、美味しくさせて、まあ、ゆうさんですよ。おい、なんだよ、おい、ちょっと待ってよ、お前らじゃないって言うよ。しかも、ある意味、なんか言われへん。それでも言われへん。俺も俺で美味しいから。それでも仕上がれへんやんけ。それでも美味しいけど。まあ、りょうさんにもありますし、でも、うん、まあ、チームのリーダーの代表でもありますね。おー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 ね、いや、もうなんかそこは、全然言われへんやん。俺、なんかそれが一番ナイーブや、ちょっと。サブさん。一番気持ちやられるわ。サブくん、すごいんだよ。シューはいじられて快感覚えるやろ。俺、相当感度あるね。うん、言葉の感度すごいよね、多分。うん、言葉の暴力大好物やからね、これね。おかえり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 なさい。あ、いいね。お前かわいいやつやな、この野郎。いやけど、今回結構ね、こっちの攻撃もあるけど、癒しのコメントもいっぱいあるから、今日はね、戦いそうやわ。今日全然汗かかない。今日はこんなんでメンタルやられへん、ちょっと。全然汗かかない。いつもやったら言われすぎて、それに言い返してたら顔ピクピクすんねんけど、痙攣するけど、全然今日はせえへんから。そうだよ。仕事からフライアウェイしたいって。いや、それはね、誰もが思うよ。うん。誰もが一回思うよ。あるある。その時もあるよ。けど、なんかそこを乗り越えた時にね、なんか、やりきったなって絶対思えると思うし。18の時にホストクラブ入店して、1週間後に、何百万もする高級ボトルを割ってしまって。うわ、フラ。その時はフライアウェイしようと思ったで。マジで。こんなドラマみたいな話あるんだよ。漫画みたいな話あると思って。あ、けど僕は初めて、ナンバーワンになった時の給料を全額盗まれた時はもう飛んだろうと思った。そうよね。ほんまに言ってたもんね。すねてたもんね。もうすねて二段ベッドの上から出てたね。え、何本ぐらいですか？え、それは、それは結構生々しい。お前今、AD さんがこっち向いたんや。お前、今いくら？お前今の俺それで答えたら P 入るやつやから。P 入るやつ。そう。いや、ありがたいね、うん。いつもいじってくれるけど好きやで。多分か。いや、そう。多分。嬉しいよね。けどなんか今日、あれやね、一週間開けるだけでこんなにみんな優しいなの、うん。今日だから、顔に張りがあるよね。いや、もう一週間、それ一週間出てないから、それ元気ですよ。
ちょテンション上がり気味でね、こう向かってたけど。いやありがとうありがたい。なんか1週間開けたらこうなるんやと、俺1週間開けるって。そう。1週間開けたらみんなこうやってしてくれるやん、優しく。いや、でも俺先週思ったけど、やっぱ副主任すごいよ。しゅうちゃんおらんのやっぱでけへんわ、もう。絶対あかん。なんでやんすか。そうそう、もうあかんよ、もう。おぉ、誰がタトゥーや、おい。オルティマヘイユってな。おぉ。オルティマヘイユって結構、俺誰が言ってますね。誰が言うしてぶっちゃうこれ、タトゥー。誰がぶっちゃうこれ、あの人たち俺、セーラー服やないか。先生衆言うとったんやけどな。エラに張りがあるやん。それ関係はないやん。今日、前髪で隠れてるしな。そうじゃあね、まぁ、あの、一旦こんだけちょっとガヤったところで、一旦締まります。はい、それでは一旦 CM でーす。アディオス。CM、いつも思うけど CM って流行ないですか？流行い。あの、ちょっと、で深呼吸してる時に、はいどうも、はいどうも、みたいな。じゃあ、どんな深呼吸するんですか？ラリってるやん。いや、これね、いや、いいですよ、今日はですね、こう、ハイテンションでやっていくんで、みんなね、その元気を注入して、ね、お仕事ある人はお仕事してもらったらいいし、で、これでお家でまったりしてる人は、この元気なテンションで、一日置いてくれたら嬉しいかなと思うんで。そうですね。まあでも今日土曜日やからね、どうせやったら外行ってね。何かやっぱ、遊んだ方がいい。やっぱ飲みに来ないとね。そうそう、飲まなきゃね。そんそん。やっぱこれで元気もらえたら、もっと元気もらうために、ちょっと、それでさらに疲れるために、ちょっとうちに飲みに来ていただいてほしいです。いいよね。はい。あの、ぜひ。そう、一週間頑張ってんだからね。いや、このコメントちょっとおもろいやん。ユーサさんのサンドイッチマンの人ですか。完全飛び沢。完全飛び沢。やばいよね。ちょっと売れ出したら太るやつやん。フライアウェイする仕事がない。ウェットしようかな。いやけどね、いいですね、今さよね、ケンゴ、シオンくん、で、ユーサク、で、もう一人いるんですけど、全員なんかキャラが違うね。確かに、違うよね。なんか一回ね、寮で全員で酒飲んでた時があったんですよ。新人の歓迎も含めてっていうので、全員で酒飲んでた時があって、ベロベロなった時に、新人メンバーが、酒癖が悪いことが判明して、ワンピースでこれ最悪の世代やなって全員に言って。いや、ほんまね、そうやね、今の新人くんはね、ぜひ来てくれた時に、でもキャラ濃いよね。酔わせてくれた方がおもろいかもしれん。楽しい。ね、もう一人大輝って子がいて、その子が、ちょっと酔っ払ったら光と一緒やね。で、面白いよね。光と一緒で、なんか光と代表を足した感じの酔い方して、きっと金は光くんもぶちゃぶちゃやったよね。健吾は、俺言っとったから。健吾は酔っ払ったら、まあ、なんか、マコみたいな感じよね。ああ、同じ匂いする。で、なんか、シオンくんが酔っ払ったら、ちょっとルカくん寄りかな。感覚で言うと。で、君はあれよね、シューちゃんっぽいよね。なんすか俺、ね、いやけど僕よこれだなんていうガヤるから、よくこんな酔っ払わへんよね。優作はね、どっちかって言ったら人見知りはあるかもしれへんけどね、結構柔らかいのほほんとしてる子やから、ね、まったりしたい子には結構ねおすすめな子ですよ。みんなね真面目ないけどね、ついつい呼吸を張りすぎて酔ったらワッシュになっちゃうよね多分。そうどんなんか大体は優作ちょっとレンジが入ってないと見た目ね。レンジ君知ってるんやね。なかなかやね。いや、いいですよ。なんかぜひ、なんていうかね、このニコ生見て、まあ俺とりょうさんも LINE は欲しいんですが、ぜひこういう新人のね、ゆうさくんとか、ケンゴ、シオンくんで、次の週にはちょっと大輝を呼べたらいいなと思ってるんで。逆に昔行ったことあるけど、もう最近は行ってないとかね。そう、その子たちにできたら連絡してくれたりだとか、その子でちょっと来ていただいたら嬉しいなと、思いますよ。そこやったらね。ぜひね。まあ、1000円って、まあちょっとお手頃な値段なんでね。来ていただけたらなと思いますけど。そう。いや、ほんまにね、今の新人の子がキャラ濃すぎて僕らがちょっと薄れていってるっていう、結構、ものすごい、残念なケースになっていってる。で結構みんな送りしてもらってるよね。
いや、おいおいおい。なんだかんだ。そうそう。